森氏、リアルなサイズは 25.5 でした。すげえショックなんだけどな。こういうあの勘違いがあるわけなんですよ。ウィルズチャンネルスタートです。リンリン、はい、始まりました。ありがとうございます。はい、本日のサングラスは何でしょうか。ハンドレッドの、はい、漢方。ちょっとカジュアルな形の。そうだね、カジュアル寄りのもの。今までハンドレッドは全部こうレーシーなものが多かったんですけども、こういうのもあるよという。あるよということで、今日は夏向けの、本日は、はい、ビンディングシューズを買うにあたって、うん、自分の足のサイズを正確に分かるためのサイズ計測方法をご紹介したいと思います。それはすごくオンラインとかで買う人もね、はい、みんな困ってるよね。そうなんです。まあやっぱりちょっと迷うと思うんですよね。靴のサイズって何なんですかね、はい、あの 26.5 とか書いてても、はい、革靴とかナイキのとか全然違うじゃないですか。何なん、何のある基準なんですかね。だから、まあ、結局まあ履いてみないと分からないってことが多いんですけど、はい、まあできる限り失敗なくですね、そうですね、選べるようにまずは自分の足をしっかり知ろうということで、はい、ご紹介したいと思います。お願いします。でですね、あの各言う私も、うん、ショップスタッフなんですけども、うん、足がすごくちっちゃいので、実際お店にない靴も結構多くて、なるほど、まあ、僕もこう履かずに買うってことがあるんですね、はいはい、つい先日もこちらを、ね、この、まあ、税込み49,000、まあ、50,000ぐらいするものを僕は試着なしで買いました。おっと、これは SLX、はい、ニューエンパイア SLX です。最高級の2番手なんですね。そうですね、あの最高級、まあ、最高級はこちら。全然足が合ってなくて、モリシは最高、モリシはこの最高級を買いました。買ってるんです。こっちインペリアルで、こっちがエンパイアですね。エンパイア SLX、 これをまあ僕もその試着なしで買うにあたって今回の計測方法を使って買ってますんで、はい、まあ一つ説得力があるのかなというところで。で、森氏もまあ購入されてますけども、はい、正確にご自身の足のサイズってご存知ですか。もちろんです。何センチかでは教えてください。 26.5 センチ。ファイナルアンサー。なんでニヤニヤしてんの。ファイナルアンサー、もうそれでずっと40年間生きてきてるから。わかりました。ではそのサイズが本当に正しいか、はい、今日は森氏の足を計測したいと思います。はい、お願いします。はい、計測する時に必要なものをまずご紹介しておくんですけども、この白い紙と、うんうん、で、まあ、筆記用具、うん、で、まあ、角が直角が測れるものですね。こういう、まあこれ持ってっかな。あの、なんていうんですか、三角定規、三角定規とか、うん、もしくはあの箱でもいいみたいです。ああ、そうですね。こういう箱があれば、こう直角が測れるので。直角が取れればいいですね。はい、そうです。これはなかなか言えないかな。あとはまあ普段履いてるサイクリングソックス履いていただいた方がまあより正確。でもあれ冬と夏でちょっと厚さ変わるじゃないですか。そうですね。それはどうしたらいいんですか。やっぱり基本は夏のスポーツなので、うんうん、一番使うシーズンの靴下を履いてもらうのがいいと思いますけども、 その時にもう本当にカツカツっていう場合はちょっとハーフを上げるとか、考えた方がいいと思う。そうです。少しあの念頭には置いてもらってもいいかなと思いますね。僕らね、あのそう、未宿店が今、はい、ジロの強化店になっていて、うんうん、でもうジロの マスターを今育てようと思って、はい、もう 2,3 人も育ててるんですよ、はい、でもうその大関さんって代理店さんのジロの歴代の担当者4人ぐらい集めて、もう5時間ぐらいトレーニングしてもらってやった時に聞いたら、はい、できればやっぱり夏のソックスで合わせた方がいいって言うんです。うーん、なるほど。理由はわからない、はい、理由はわからない。理由はわからない。そういうふうに言っていた。なるほど。一番自分、まあ薄くて自分の足の本当のサイズに近いとかじゃないですかね。で、カメラをこう移動して撮れませんので、本日はこちら、
モリシズアイを利用してる。いやいや、名前つけりゃいいと思うじゃないですか。なんだかんだ。モリシの視点からこう測るところを。単なる GoPro やん。撮影したいと思いますので、はい、それではやってきます。はい。モリシズアイ、スタート。はい。それでは測定していきます。このまあ白い紙の上に、まずモリシの足をこれをなるべくこうまっすぐまっすぐに乗せていただいて、でまあ一番先端とまあかかとをまでの距離を測るというイメージになります。はい、じゃあまずこれでまっすぐにしつつ両足を均等に体重を左右体重を均等にかけてまっすぐ前を向いていただくと、はい、まあ、きちっとした足の形が出ると。 できる限り誰かに手伝っていただくのが望ましいでございます。はい、はい、でこう直角に当てまして、これが箱でもいいやつですね。そうですね、これがまあ箱でこうパコッと当ててもらっても大丈夫です、定規がない場合は。あ、なるほどね、親指の下に潜り込まないように。そうですね、これでまあ、でこれをかかとの方もいきます。モリシーズアイちゃんと取れてるでしょうか。これでかかとを、はい、これで計測完了しました。それでは足を離していただきまして、この間の距離を測りたいと思います。 26.5 でしたよね。はい、それではいきます。ピタッ、25.5。 そんなわけない。いやいや、 25.5 ですよ森氏。リアルなサイズは25.5 でした。すげえショックなんだけどな。こういうあの勘違いがあるわけなんですよ。俺今でも全然信用しない。いやいや、現実に。で、うっちゃんの測定が間違っているぐらいで。疑われてる。はい、はい、森氏。というわけで、うん、いくつでしたか、サイズは。さっき分かったじゃん、もう。25.5 ですよ、実寸は。そうなんですね。はい、で、なんかこの敗北感がすごい。いや、ただしこの 25.5 だったから 25.5 の靴を履いてもらうわけではなくてですね、 25.5 という数値が出ましたら次の表に照らし合わせて4、すでにショックな結果が実測が 25.5 だった場合は 41.5 の EU サイズで 41.5 のサイズを購入いただくとぴったり、まあ一番適しているであろうという目安のサイズになります。なるほど、はい、どうですか、納得ですか。ちょっと思い当たる節がそうなんですね。そういうわけでございます。今まで42を必ず買ってましたけど、はい、だからやっぱちょっとご自身の自覚よりも小さかったかもしれない。でもあれなんですよね、確かにアメリカとかヨーロッパの靴って横より、はい、縦よりも横で履くじゃないですか。だからもしかしたら縦は確かに41半とかの方がジャストなんだけど、横に合わせてデカめを履いてしまってる可能性は、横の落差を取るばかりにちょっと前がオーバー気味だったかもしれない。そう、それを勝手に自分の頭に 26.5 だって思い込んでたかもしれない。もういいですか、そういうちょっとね、落ち込んでるんですよ、なんかもう二十何年間信じ込んできたことが覆された。まあこういうね、結果もありますので、皆さんもぜひ試してもらいたいなと思います。そうですね、これがまああくまでも目安なんで、これにやっぱり人それぞれ横幅が合う合わないがあったりとかっていうのもあるんで、まあご自身の中でちょっと自覚がある場合はハーフサイズ上げてもらったりとか、そういう人は出るかもしれないので。なるほど。で、僕ら、はいね、なぜかこんないいジローを買ったのかというと、はい、まあ、冒頭にも言いましたけど、僕もこの、はい、買いましたし、森氏も買ったばっかり。今ね、東京ビールズはジロー強化、はい、西高強化店にして、はい、まあもっともっと頑張って売っていこうみたいな話をしてるんですね、うん、まあ、やっぱりすごいいいものなんで、はい、で、その一環として僕らももう買おうって思い切って買ったんだけど、
ぐっちゃんこれサイズ選びの時はどうやって、はい、僕はもう本当にあの僕が買おうとした時には店頭には僕のこの39という小さいサイズが39なんだ、はい、なかったのでもう本当に今見てきた計測方法で測って、うんうん、正直僕もここまできついの行くか迷ったんですけど、うんうん、まあその出た数値通りに買ってで履いたらもう僕は結構ぴったりでしたね。なるほど、はい、僕はこれ42半買ったんですね実は、はい、で僕はもともと42なんですよ、うん、横幅で合わせると、はい、なんだけど実はジロのこのインペリアルとか SLX とか最近のジロってハーフサイズってあるんだけど、はい、ハーフサイズってここの長さは変わらないんですね。そうだったんですよ ね、はい、で実は幅とこの高さが変わるってことになるんでだから42から42ハーフにするってことはちょっとまあハイボリューム的なアジアンフィット的な考え方が適用されるのでそういう使い方をするのが正しいんですね。だからそういった意味で僕は42で若干きついかなと思ってたんで試しに42ハーフを買ってみようと思ってこのインペラで42ハーフを買ったんですね。そしたら残念なことにここら辺がやっぱりねちょっとこう動くんですよ。なるほど、足の指が先でこうじゃああんまりこうハイボリュームにする必要はもしかしたらなかったなかったなんか思ったほど、はい、この横幅が42の時に結構踏んでると、はい、長い時間やってくるとちょっとここが圧迫される感じがテックレースまで使ってたんですけど、はい、あってなんでちょっともうちょっとだけボリュームあるものにしようかなと思ったんだけど、うん、横幅ねそんなに変わってない気がする。若干だと思うんだよね。どちらかというと高さなんかぐっちゃんも言ってたけど、はい、見た目的にここがなんかちょっとそうですね、うん、横のスタート地点は多分そこまで変わらなくて、うん、ゴールが広いというか、ね、ハーフを上げる、ね、ハーフサイズ上げると先が広い、レングス変わらずに先がこうちょっと広くなってる感じがあるんですよね。イメージ的にはそうです。であとね僕感じたのはここの高さが若干上がってる気がするんですよ。なるほど。でその効果によってここの空間がでかくなる分楽になるんだけどその分がなんかすごく遊びになっちゃってる感じがしてちょっとなんかなっていう感じ。じゃあ点を上げる必要はなかったかなという結果。そう、まあでもちょっと一回試してみなかったんで、はい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 、点号を上げてみたんだけど、はい、まあ残念な結果になってしまった。いやでもその一回試したいだけでよく行きましたね。うん、まあまあお金あるいや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 そんなことないですよ、はい、実はジロにはぐっちゃんも知ってると思うけど、はい、6 days to decide っていう制度があって、はい、なるほどなるほど、60日間これを使っても交換できるんですよ。これは嬉しいですよね。すごいよね。ただただ履いて返品はまあできると思うんですけど、うん、実際クリートつけて走っちゃっていいんですもん、ね、うん、うん、そう試着じゃなくて、はい、もう走っちゃっていい。走っちゃっても、はい、汚れちゃってもいいんだよね、はい、でも60日以内だったらちゃんと事前登録しておけば交換ができるんですよ。確か1回限り、はい、1回限りサイズの交換のみお受けできる。なんでそれもあったんで、はい、メーカーさんには申し訳なかったんだけどちょっと42ハーフを試してみたくてそれで試してみた。であとはごめんなさい、さっき言わされちゃったんだけど、はい、インペリアルってもうめちゃめちゃ側が薄いんですよ。あ、そうですね。そうだから余計にそのテックレースの時はもっとこうなんかが厚かったんで、うん、がっつり分があったんだけどそれが全然なくて軽いんで余計にこの遊びが気になっちゃったっていうのがある。あるそうですね、確かに。で その諸々のあれがあってまあちょっと42にちょっとシックスデイを使ってまあ戻そうかなって、今まで見てきた計測方法参考に皆さんも一度ご自身の 足をまあ正確に測ってください。これ買ってね、いや、普通の定規で大丈夫ですで、まあそれでもやっぱり不安だなって本当に初めてっていう方は、うん、当然店舗に来ていただければ、うん、あのもっとしっかりしたですね、あの本当のフットスケールっていう定規とかもあってですね、より正確に測ることもできますので、東京ウィルズ三宿店ですね、ジローのマイスターがいますんで、はい、そこジロー強化店舗に来ていただいて、まあ、ぜひシューズのフィッティングをしていただきたいと思います、はい、お電話とかコメント欄とかでの質問でも全然受け付けますので、うん、気軽にご利用してください、はい、それでは以上シューズの足サイズの計測方法でした。バイバーイ。